昨夜、新神戸駅に到着したのは5歳から60歳のウクライナ避難民7人です。7人は神戸市に住むアナスタシア・マズレンコさんの親族で、キーウやマリウポリなどに住んでいましたが、マズレンコさんが現地に迎えに行き、日本へと連れて帰りました。また関西国際空港にはウクライナのオデーサから避難してきたバレリーナの女性と8歳の娘が到着しました。今回到着した合わせて9人の避難民は当面の間、神戸市内で生活する予定です。